はようございます。毎タイム旭川レポーターの橋本優香です。皆さん運動してますか？新型コロナウイルスの影響で運動不足だなと感じる方も多いのではないでしょうか。これから冬を迎え、だんだん外で体を動かす機会も減ってきます。そこで今回は屋内でも気軽に楽しめるスポーツに注目します。今年新たにオープンしたスポーツ施設で筋トレを体験。これぐらい。そしてオリンピック競技でもあるアーチェリーに挑戦。矢を放つ爽快感に優香ちゃん大興奮。11月は運動不足解消、気軽にスポーツ体験。旭川の中心街から車で20分、整備が進む東港スポーツ公園の中に今年新たに武道館がお目見えしました。案内役は関戸大地さんです。本当に新しいですよね。ありがとうございます。4月からオープンっていうことにはなってたんですけど、ちょっとコロナの影響で本オープンは6月の1日からオープンし始めたんですよ。柔道や剣道など武道専門の公共施設として旭川では初めてオープンしました。靴を脱ぎになってもらって、はい、失礼します。早速武道場を拝見。うわ、めちゃめちゃ広いですね。ありがとうございます。今だだ広い状態になってるんですけど、はい、あそこの壁が移動式になっていまして、はい、武道場が1個2個3個に仕切ることができて、分けて使ってもらっても大丈夫ですよっていう風になってるんですよね。じゃあ本当にいろんな使い方ができるんですね、はい。武道場の床面積は1100平方メートル。広々とした空間の中、柔道、剣道、空手など様々な武道の練習や大会を行うことができます。そしてあの的は何用ですか？ですね、和球の的になってまして。和球ですか？はい、弓道、はい、ここは室内で一応弓道もできるということで、へ、今ちょうど用意してるんですけど。弓道って屋外なイメージあったんで、はい、室内でもできるんですね。そうです。武道場と並ぶもう一つの自慢がこちら、トレーニング室です。プロのアスリートも使用するというおよそ20種類のトレーニングマシンを常設。市民の健康づくりをサポートしています。どのように利用すればいいんでしょうか？ですね、はい、こちらにある券売機、これタッチしていただきますと、うん、こういうふうにお金を入れてください。ここで券を買っていただいて、今コロナ対策で同意書を書いてもらってるんですよ。名前、住所、電話番号っていうのを書いていただきます、うんうん、これを書いていただいて券と同意書をこちらの窓口の方に持ってもらって受付をしてもらって、トレーニング室の方にそのまま行ってもらうっていう形になってます、うんうん。現在は新型コロナウイルスの感染予防のため消毒や換気を徹底しているほか、利用できる人数や時間を制限しています。利用時間も限られてるんですね、はい、今は利用時間が9時から11時。こちらですね。こちらがトレーニング室になります。立派な、本当にジムみたいな設備ですね、はい。ウォーキングなどの有酸素運動のほか、本格的な筋力トレーニングのための装置を備えています。というわけで優香ちゃん筋トレに挑戦です。まずは腰周りの筋肉を鍛えるマシン。これ結構ねじれる感じきついですね、はい、この真ん中ぐらいでいいですよ。ここからまっすぐ行っていただいて、ここ真ん中ぐらいで止めて、うん、また戻してもらうっていう。あ、これで腰周りの、しんどいこんな形ですね。運動苦手なんでそれにしてもちょっと体が硬すぎでは。
もう少し楽なものをと次に選んだのがこちら。ちょっともう今息上がってるんですけど、この器具は、これはラップルダウンといって、はい、主に背筋などを鍛える機械になってますね。背中ですね。 2.3kg ですね。でこれであれ一応2キロぐらいの負荷はかかってます。これでさっきよりやっぱりあの手上げるのも辛いですね私痛いなかなか痛い、はい、運動しなかったらやっぱり結構辛いものがあります。ちょっとずつ、はい、まあ、これからは運動してもらって、はい、これを機に、これを機に運動してもらっていろいろな機材も揃っているので、ぜひこうトレーニング室使いにちょっと当校の武道館に皆さん来ていただきたいです。当校スポーツ公園の武道館は朝9時から夜9時までオープン。冬場の運動不足解消にぜひご利用ください。さあ続いて訪ねたのは旭川市総合体育館にやってきました。こちらの体育館で珍しい競技スポーツやってるということなので、ちょっとお邪魔してみたいと思います。失礼します。離れた的に向かって矢を放つスポーツ、アーチェリー。オリンピック競技としても知られています。こちらでは旭川アーチェリー協会の皆さんが練習中。かっこいいですね。そう、なんか強そういや誰でもね、誰でもできる、あの簡単な弓ですので。教えてくださるのは平間明典さん。アーチェリー歴30年という大ベテランです。アーチェリーってどういった競技になるんですか？アーチェリーは簡単に言ったら弓ですね。和弓と違って西洋の弓、はい、弓です。大きさはどれもこのぐらいのものなんですか？人に合わせます、うん、身長、それから矢の手の長さですとか、それに合った一人一人に合わせた弓を使います。これが使う矢になるんですか？そうです、これが矢です、うん、はい。とっても細いですね。これはね、カーボンでできてます。軽いんですか？軽いんです。持ってみる。あ、すごい、ボールペンよりも軽いですね。あちらに見える的に向かって打つっていう。そうです、はい、ですね、やってみましょうか早速ですか？はい、早速今回は体験ということで、的から4メートルほどの近い距離でチャレンジします。足は下に小指も閉じて、はいはい、そしてほっぺたまで引っ張って、はい、ここ見て、ここ見てね、はい、そうだ、はい、それを的に合わせほっぺたまにくっつける、はい、それでじゃんけんぱ、じゃんけんぱ、はいはい、いや大丈夫大丈夫、いやすごい。じゃあもう一本矢をつがいてください、はい、弓の鶴に矢をかけることを矢をつがえると言います。カッチンとするの、ここですね、はい、カッチン。矢の先を黄色に合わせて、はい、じゃんけんパッ、じゃんけんパ、はい、はい、小指なんかさ、はい、ほっぺたまでつけるよ、ほっぺたまでつけて合わせてじゃんけんじゃんけんパ、おおパ、おおパ、おお嬉しいじゃんけんは言わなくてもいい。インドア、室内でやる競技の場合はこの小さな種目により的までの距離や的の大きさが異なりますが、的の中心に近いほど高得点です。じゃあもう一個それ乗っけて、乗っけて、はい、3本の指で、はいはい、ほっぺたまで持ってきてうわいや楽しいですね。楽しい、楽しいですね。的に当たると楽しいです。何よりも安全が第一。
発射した矢は全て自分で回収するのがアーチェリーの決まりなんです。アーチェリーの楽しさ、面白さってどういったところにあると思いますか？なんでしょうね、やっぱりこう一人でできるということがまずね、うん、そしてこう外れると悔しいでしょ、うんうん、で当たると嬉しい、うん、だからこうどん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 何回も何回もやっちゃいますよね。和球っていうのはどうしてもその銅ですので、はい、作法とかそれがすごくしっかりやらなかったらなかなか矢は打たせてもらえませんけれども、うん、アーチェリーの場合は今みたいに入って、はい、はいどうぞ、はい、そういう競技です。だからこう初心者でも入りやすいっていうのがありますしね、はい、じゃあ本当に誰でも気軽にできるんですね。旭川のアーチェリー人口は30人ほどですが、子どもから大人まで幅広い年代の人たちが楽しんでいます。初めてどのくらいになります？3ヶ月です。3ヶ月、はい、面白いですね、はい、的の中心だん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 やっぱり練習してると近づいてきますから、はい、練習してるときはまあ黙って自分と向き合えるのが一番面白い。ちょっと自分足怪我しててそのリハビリをやってた関係もあるんですけど、こう的の間歩くので結構いい運動になってリハビリになってます。旭川アーチェリー協会では初心者向けの体験会を実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。毎週の土曜日の10時から、夏は花咲運動公園の要球場、冬はこの総合体育館の第4体育室でやってます。最初のスタートの時のに使う道具については、旭川アーチェリー協会で用意してますので、いつでもお声をかけていただけたらいいかなと思います。マイナーグッズ。それではクイズです。新たに武道館が作られた公園とはさてどこでしょう？1番東高スポーツ公園、2番花咲スポーツ公園、この2つの中から選んでください。クイズの正解者の中から抽選で5名の方に HBC のモンスケグッズをプレゼントします。応募はハガキまたはファックス、メールで、答えと必要事項、この番組へのご意見ご感想をご記入の上、旭川市役所の広報係までお送りください。締め切りは11月27日の消印有効です。先月のクイズは2番の夢ぴりかが正解でした。